はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回もですね、ゲットレディーズミーを撮っていきたいと思います。なんですけど、もうね、私1時間もないんですよ。だから結構急ぎでやっていこうと思うんですけど、これ撮ってる昨日にフレアルパリさんがなんと日本から撤退してしまうっていう、とっても寂しいニュースを目にしまして、だからもう今日はちょっと私が持ってる中でロレアルパリさんのコスメをふんだんに使ってやっていきたいなって思ってます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあ早速メイクしていきたいと思います。そうなんですよね、私もね、インスタの DM でみんなから結構 DM が来てて、そこでえっと思って、 Twitter で検索したら記事が出てきて、えーと思って、浅かすぎてびっくりでしたね。ヘアケアのブランドは残るらしいんですけど、メイクアップコスメとかが撤退してしまうらしいので、私もロレアルパリのコスメは結構たくさん持ってて、あとお仕事も結構一緒にやらせていただいたりとかしてたので、すごく残念ですね。ニュース見た時はちょっとマジかって思いました。でもなんか結構コスメ業界もコロナの影響ですごい厳しいとかっていうのも耳にしたことがあったので、なんかコロナの影響とかすごいですよね。最初すごいウイルスが現れたみたいな感じでニュースになってた時は、こんなにもいろんなものに影響してくると思わなくて、こんなに大元になるって思わなかったことないですか。本当にそろそろ海外旅行に行きたいですね。私はやっぱりなんか、やっぱ友達、私の代今高校じゃないわ、大学何年生だ、2年生、18年にここ卒業してるから、もう大学3年生とかの代かってことは、もう今年多分就活とかしてるのかな、就職どこなのかな、ちょっと本当私そこら辺詳しくないので分かんないんですけど、だからやっぱ友達とかも就職しちゃったらなかなかお休みが取れないとか、行きたい時に海外旅行に行けないとか、就職したらそれはやっぱりスケジュールが合わせにくかったりとかもするので、なんか本当に今のうちしかいろんなことやれないのに、こういう状況でなかなか行けなかったりとかするから、やっぱなんかそこがすごい悔しいなって思いますね。本当だったら多分今も海外旅行すごいたくさん行ってたと思うし、そう考えるとすごい悲しくなりますよね。一生できないっていうことはないと思いますけど、今もっとやりたいことあったなっていうのはすごい感じますね。みんなが何したいですか、一番にコロナが終わったら。私はでも実家にも帰りたいし、やっぱ旅行に行きたいですかね。日本のいろんなとこにももうちょっと行きたいなっていう風に思いますね。そうだ、あとなんか結構友達とかと話すのは、私上京してきて今こっちで一人で暮らしてるんですけど、なんか将来どうするのみたいな、将来もずっと東京にいるのみたいなことをたまにね、こう友達と話すんですよ。でも確かにそうだなと思って、結構私前言ったと思うんですけど、将来のことを考えちゃうタイプって言ったじゃないですか。でもそこまで考えてなかったんですよね。もちろんまだ将来結婚してるかもわかんないし、何があるかわかんないんですけど、まあ、こっちで出会った人がいたらこっちにいるのかなっていう風にも思ったり、でも地元もいいなって思ったり、はたまた海外とかもいいなって思ったり、やっぱなんか憧れますよね、海外の暮らし、すごいいいなって思うんですけど、でもなんかそれも海外で暮らすってなった時にすごい現実な面をいろいろ考えちゃうんですよね。いろいろと面倒くさそうとか、今こう日本に住んでるだけでもいろいろなんか税金とか大変じゃないですか。なんかそういうのがどうなるんだろうとかめっちゃ考えちゃうんですよね。行ったら多分やるしかなくてやるんだと思うんですけど、でもそういうのとか結構現実的に考えちゃうかも。とにかくめんどくさいことが苦手なんですよね。だから私家の片付けができないんですよ、本当にマジでできなくて、もうこれ本当ねずっとなんですよ、昔から結構ね悩んでるんですよね。それにまあ自分がどうにかすれば悩み解決するんですけど、本当に片付けができなくて、なんか使ったものを元の位置に戻せないんですよ。その場にポンって置いちゃって、でなんかそこが自然と物置みたいになって、またそこに重ねていくみたいな、本当に片付けできないんですよね。いろんなところに物をパッパパッパ置いちゃうから、最初のうちはやっぱりここに置こうって言って決めた位置に置くんですけど、なんかだんだんいろんなとこに置きすぎて物が見つからないみたいな、そこでどこどこどこって探してちょっとイライラするみたいな昔からそうでしたね。それでお母さんにこれ知らないとか言って、でお母さんって不思議なのが何でも知ってるんですよ、本当に。あそこにあったよとか、あそこにあるんじゃないとか言ったら本当にそこにあるんですよ
だから本当にすごいなと思って。でもたまにお母さんも知らないものもあるじゃないですか。そりゃね、そういう時はね、自分が悪いのに怒っちゃったりするんですよね。えーとか言って、なんでここにあったはずなんだけどとか言って、自分がどっかやってんのに本当に最低。やり始めるとすごい片付けるんですよね。そう、だからそれがね、日頃からやればいい話なんですよ、もちろん。でもできなくてなんかわかんないけど、なんなんだろう。で、家汚くなってちょっと気分落ちてみたいな。ここは本当に昔から変わんないですね。私片付けはできないっていう。でもやっぱ片付けして部屋が綺麗になるとすごい気分も上がるんですけどね。でもなんかちょっと綺麗すぎても居心地悪いなって感じたりとかしないですか、皆さん。なんか過ごしづらいなみたいな。私結構なんかそういう部屋の汚さとかは割と平気っていうか、あー汚いな、散らかってるなーぐらいなんですけど、一個だけ許せないのがベッドに汚い服っていうかで入るのがすごい嫌で、だからまあもちろん外に出かけてそのままベッドに入るみたいなのもすっごい嫌だし、寝る専用、もうお風呂上がった後に着た服じゃないと入りたくないんですよ、ベッドに。そうなんですよね。なんかもう本当にベッドだけは綺麗な状態で乗りたくて、ここだけがね、唯一私の許せないポイントですね。意味わかんなくないですか、だって部屋は散らかすくせにベッドだけは綺麗な状態で入りたいとか、本当意味わかんないですよねどこで神経使ってんのみたいな。なんかたまにいるじゃないですか、外から帰ってきてそのままベッドにダイブするみたいな。あー疲れたみたいな、なんでって思いますもん、本当に。なんでそのままベッドに入れるのみたいな。なんかそれだけは本当に私許せないというか、結構自分の中でのルールでありますね。今なんかたまに今日お風呂入りたくないなみたいな日あるじゃないですか。一歩も外出てないし、いっかみたいな日あるんですよ、私も。そういう時も絶対ベッドで寝たくなくて、でもどうしてもベッドで寝たい時はもう本当全身を覆います長袖、長ズボンに靴下履いて、髪の毛も縛って、でさらにフードがある場合はフードをかぶって、でその枕のところにタオル敷いて寝ますそう、そのぐらい結構ね、布団は割と綺麗な状態で接したいっていうか、綺麗な状態で触りたいなって思っちゃうんですよね。本当に変なこだわりですよね。なんか皆さんはありますか、変なこだわりそんなこんなを話してるうちにもう20分ぐらい経ちました。やばい、急げ急げこの準備してる時間ってなんでこんなに早いんですかね、時間が経つのが。動画撮ってると特にそうですけど、話しちゃって話しちゃってなかなか手がこう進んでいかないっていう。あ、でそうだ、ちょっとこれだけは話したいんです。冒頭でもね、そのロレアルパリのものを使っていくって言ったと思うんですけど、私このハイライトが本当に推しなので、もうぜひ皆さんに撤退前にゲットしてほしいなって思います。ルバーブラッシュっていうのがチークのコレクションというかなんですけど、これはハイライトになってて15番のパッションネイトっていうカラーなんですけど、これがね本当に綺麗なんですよね。プチプラのハイライトだったらこれが一番好きなんですよ。すっごい綺麗でめっちゃ肌にも馴染んでくれるし、でもこう分かりますか、ちゃんとツヤっとしてくれるみたいな。粒子が細かくって上品なツヤを出してくれるんですよね。若干カラーもピンクっぽい、ピンクゴールドシルバーみたいな、すごい絶妙なカラーなので、なんか私的に透明感もすごい出るなって思うんですよね。ちょっとこれはぜひ皆さんにゲットしてほしいなって思ってます。もうめっちゃショック、これ本当に好きだったんですよ私。動画でも何回か言ってるのでご存知の方もいると思うんですけど、でリップですよね。やっぱロレアルパリって言ったらリップがね、本当にたくさん種類もあるし可愛いんですよね。どれ使おうかな、どれ使おうかめっちゃ迷う。どうしようかな、これにしようかな、これにしよう。カラーリッシュマット302番こちらです。これを今日は使おうと思います。こんな感じのカラー、ちょっとオレンジブラウンっぽい感じのカラーかな。絶対みんなが好きなカラーですこれあーかわいい。やっぱこのパッケージも本当に上品なものが多いですよね、ロレアルパリさんって。発色もとってもいいし、仕上がりも綺麗だし、あーショック、本当にコロナはもう恨みたいですね。恨んでるかもうみんなすでに。はい、ということでこんな感じで顔完成いたしました。ちょっともうちょっとね、いろいろ喋りながらやりたかったんですけど時間が何せないので、とりあえず髪の毛を急いで今からやります。はい、じゃあ髪の毛やっていくんですけど、時短ヘアにしようと思うので、とりあえずオイルで髪の毛をまとまりを良くします。今日はローバンヘアでいこうと思います。
低めのお団子のやつですね。あれ本当に楽なんですよね。もうちゃちゃっとできるので。でも本当はやっぱり巻いてやった方がなんかこうピンって髪の毛が出るみたいなことが少ない気がするので、まとまりが良くなるので、本当はね髪の毛巻いてやりたいんですけど、ちょっと今日本当時間がないので、のんきに朝フォートナイトをしていたらその間にか時間がなくなりました。ストレートでギュッとシュシュで固めちゃいます。こんな感じかな。大丈夫かな。まあ崩れても目先でもパッて直せるヘアなので、とりあえずまあこんな感じでちょっと前髪だけストレートアイロンでやっていきます。前髪もね、なんかまたオンマイみたいですっていう声が最近結構ちらほらとあるんですけど、今はまだオンマイにする予定はないかなっていう感じです。とりあえず今はこの前髪の長さで落ち着いてますかね。なんかね 2way の前髪にしたかったんですけど、やっぱり私の髪質的に猫毛ですごい直毛なので難しくて 2way にするのが、とりあえず今はこのぐらいの長さでいこうかなって思ってます。ちょっとここら辺のサイドの毛も出して、ここだけちょっとウェーブをつけます。こんな感じかしら。あとはどうにかなるでしょう。よし、髪の毛はこんな感じで完成です。もうほんと3分ぐらいでできました。じゃあラストコーディネート紹介します。はい、ということで今日のコーディネートこんな感じでございます。ララララン。じゃあまずこの中のトップスですかね。このトップスは H&M で買いました。アメリカンスリーブのねトップス、普通にシンプルなリブのトップスです。でこちらのセットアップですね。このセットアップはアベマーの新作です。新作のホワイトのセットアップを今日は着ております。これめっちゃ気に入ってて、で発売もしてるんですけど、ブラックはもう完売で、ホワイトも残り今数着なんですけど、これすっごいすごい可愛いんですよね。ステッチが配色になってて、ホワイトはブラックのステッチで、ブラックはホワイトのステッチなんですけど、このステッチがやっぱ効いてて、すごいシンプルすぎなくて、とっても可愛いセットアップで、着方もこういう感じで、前ボタン開けて、シャツを羽織として着ても可愛いし、もちろんこれ閉じて、トップスとしてこんな感じでゆるーっと着ても可愛いし、あとはこれを閉じて、こうインして着ても可愛いですし、まあ、上下別々でも着れるので、本当にね、着回し抜群なセットアップなんですけど、とにかくシルエットがマジで綺麗なんですよ。こうストンと落ちるような生地感なので、めちゃくちゃシルエットも綺麗で、シャツはオーバーサイズなのでスタイルカバーもできるし、スタイルアップも叶うセットアップを作りました。これめっちゃ気に入ってます。素材もすごい涼しい素材なので、でもなんか薄っぺらすぎなくて、しっかりとちょっと重みもあったりとか、本当に高見えするセットアップだし、この夏は多分私もめちゃくちゃ着ると思います。パンツもこんな感じでステッチがついてて、後ろはゴムになってたりとか、あとこれ裾の部分が面白くて、裾にこうチャックがついてるんですよ。だからちょっとこう開いてゆるっと着ても可愛いし、ちょっとこうコンパクトに綺麗めな感じで着たいなっていう時はこれ閉じて着ても可愛いんですよ。ここもね 2way になってるので、まあ、自分のお好きな方で着たりとか、コーデに合わせて変えたりとかしても楽しめるパンツになってます。ちょっと説明長くなっちゃいましたが、靴は今日はエアフォースワンナイキです。バッグはこれがバレンシアガのバッグですね。すごいこれデザインが可愛くて、スニーカーっぽいデザインになってて、サイドがこうちょっと紐で編み上げになってたりとかするんですけど、面白いデザインだなと思って惹かれました。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じです。ということで準備こんな感じで完了したので行ってきたいと思います。もう本当に時間ギリギリで間に合いました。よかった。冒頭でも言ってましたが、ロレアルパリさんが日本から撤退してしまうということで、縛りでやることはできなかったんですけど、私が今持ってるもので、ロレアルパリさんのものをふんだんに使ったメイクをしてみました。まだこの残りの期間というか、撤退してしまうまで、ぜひ皆さんもね、ちょっとお早めにね、気になるものとかがあれば、チェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ、行ってきます。